被災地では水が引くにつれ復旧や片付け作業が本格化しています。作業では意外なものが役立っていました。千葉市美浜区にあるホームセンター、立て続けの豪雨の被害で意外なものが売れていました。チェーンソーをお買い求めのお客様が増えてまして、台風で倒れた木を切断するためにチェーンソーを購入する人が増えているといいます。大木が倒れてしまったってなると、もう高枝切りバサミってそんなにこれぐらいの太さのものからも結構無理になってしまうので、チェーンソーをお勧めしてます。さらにこんな商品も。こちらのシール剥がし売れていまして、今ちょっと多めに入れさせていただいているので欠品はないんですけども、ガラスが飛び散らないように窓ガラスにテープを貼って防いだ家庭も目立ちました。しかしその後テープをうまく剥がせない人も多く、シール剥がしが売れているのだといいます。河川が氾濫した地域で特に活躍しているのが、最近売上が上がっているのはこちらの高圧洗浄機となっております。ドイツの清掃機器メーカーケルヒャーの高圧洗浄機です。川の氾濫等もありまして、土砂や泥水が流れてくるっていうことがやはり多かったっていうのもあり、家の周りを洗浄するのに使っていただくって形でお買い求めのお客様増えていらっしゃる形です。中でも一番売れているモデルが、女性やお年寄りの力の弱い方でも持ち上げることができる、私でも片手で持ち上げることができるものとなっています。その実力は、みるみるうちに床の汚れが吹き飛んでいきます。まず台風の影響を受けて普段の2倍、ちょっとまあ物によって3倍程度まで売り上げの方が伸びているっていうのが現状でやってます。台風19号による水害被害の処理に追われる埼玉県川越市。ここでも高圧洗浄機が活躍していました。障害者施設の欅の里はおよそ40人の入居者が利用していましたが、台風19号の影響で泥が室内に入り込み、復旧のめどは未だ立っていません。そこで社会福祉協議会とケルヒャーが話し合い、高圧洗浄機を使い壁や床の洗浄を行うことにしました。結構汚れがきついんで、なかなかやっぱ落とせないですね。この辺全部水没してたみたいなんで。ああ、もうとても助かってます。本当に数人で行わなきゃいけない作業も本当に短時間で、はい、きれいになるので。実はケルヒャージャパンは東日本大震災により仙台にあった当時の本社が被害に遭いました。それを機に被災地の自治体支援などを積極的に行っています。まあ、こういう我々の活動も通して、まあ、この危機のですね、効果というのはやはり理解していただいて、多くのお客様にですね、使っていただければ非常にありがたいと思います。